今日は子供が遠足、子供が遠足なのでお弁当です。よいしょ。どんな弁当かな。なんかすごいね、ボリュームが違うね、この高さが。じゃんじゃん。おっと、楽譜の、あ、おにぎり、おにぎり、おにぎりです。あらららら、あらららら、あらららら、ミフィのお弁当箱。じゃあ開けます。じゃんじゃん。おお、箸でした。箸だけに、隅には置けないね。箸だから隅には置けないね。出ました、親父ギャグ。開かない。じゃん。あ、何にも何にも。あれ、これ入ってんだよね。あ、ありました。おお、これは春巻きと卵焼き。ということはこっちはご飯なのかな。ご飯、あ、ご飯はおにぎりがあるか。うわー、すごいすごい。なんだこれは、なんだこれは。ん、豆とシューマイと唐揚げ。うわー、すごいね。おっと、箸を隅に置いてはいけない。箸だけに、いや、箸だから隅に置くのか。ん、わー、すごいね。まずは定番卵焼きから。あー、美味しいね。うん、ほんのり優しい味です。美味しい。ではまた。